謎のイメージチェンジ。平野修行、黒髪ピアス外しの衝撃的な理由とは、この宣伝キャンペーンにおける興味深い点の一つは、平野修行さんのイメージの変化です。彼は今までのイメージを脱ぎ捨て、黒髪にしてピアスを外す必要がありました。この変化について、なぜそうなったのでしょうかそして、その背後にある考えは何でしょうか 今年の宣伝キャンペーンでは1月5日から待望の LV コラボが終了しました。一方で1月10日には YSL のアジアアンバサダーに就任したことが発表され2月10日には緑人ソーダの CM が放送開始されました。さらに2月16日にはハリウッドデジタル大学の CM も放送され注目を集めました。その一方で1月3日にはウォシュロムが新たなキービジュアルを公開し 3月21日には、無比の CM シリーズが終了し、新たな展開が期待されています。平野志洋、あの輝く存在、日本の音楽界を代表する有名な歌手、そして広告界のスター、彼のキャリアはただの成功にとどまらず、新たな地平を開拓しています。しかし、最近、彼のイメージにいくつかの変化が見られました。黒髪に戻し、ピアスを外す姿勢は、多くのファンに驚きと疑問を投げかけました。 なぜなのでしょうかその理由には一体何があるのでしょうか平野紫洋は常にトレンディーであり、華やかなイメージで知られています。彼の独特のファッションセンスや個性的な外見は多くの人々に影響を与えてきました。しかし、最近の広告キャンペーンや公の場では彼が従来のスタイルから離れ、黒髪に戻し、ピアスを外す姿勢を見せています。この変化の背後にある考えは一体何でしょうか平野紫洋さんは 誰もが知る日本を代表する有名な歌手であり、多くの広告契約を結んでいます。また、グループナンバー、愛の東京ドーム公演も成功裏に行われ、彼は現在、最も注目されている人物の一人です。彼の顔立ちや笑顔、ファッションセンスなどは、まるでアニメの世界から抜け出してきたように輝いており、数千人の日本の歌手の中でも際立っています。 彼の写真を見れば、必ずと言っていいほどイヤリングをつけており、アクセサリーが趣味であることがわかります。しかし、CM や MV などで髪を黒く染め、ピアスをつけなかったことについて、多くのファンが疑問に思っていることでしょう。これは関連しているのでしょうかそれとも、日本の歌手のイメージ管理の厳しさが影響しているのでしょうか日本では、髪を染めたり耳にピアスをつけたりすることが、世界の歌手にとってはごく普通のことです。 しかし、国や地域によって基準が異なることは事実です。日本はイメージ管理が厳しい国の一つであり、幅広い年齢層に愛されるブランドであるため、きちんとしたイメージを構築することが求められます。このような観点から、平野史洋さんが黒髪に戻し、ピアスを外したのは、最も安全な選択だったのかもしれません。平野史洋の黒髪姿やピアス外しは、ファンにとって驚きの一方で、 ブランドとのパートナーシップにおける戦略的な動きでもあります。彼のイメージが広告キャンペーンによってどのように形成され、日本の消費文化に与える影響は今後も注目されるでしょう。予想通り、彼が掲載する広告は日本中で大きな注目を集め、多くの人々に影響を与えることに成功しました。彼の新しいイメージがどのように彼のキャリアに影響を与えるのか、今後の展開がますます注目されます。 このような歌手のイメージ管理に関する問題について、あなたはどのような考えをお持ちですか日本の芸能界におけるイメージの重要性についてどう思いますかそして、他の国々と比較して、日本の歌手のイメージ管理がどれだけ厳しいと思いますか